こんにちは、ブティック社公式チャンネルです。今回は2022年日本ホビーショーのイベントに出展されているいろいろなメーカーさんのブースをご紹介するレポートをしていきたいと思います。 SS みゆきスタジオさんが運営するクックラさんにやってきました。お花や木のクラフト商品を扱うお店です。ホビーショーではいろんな展示をされているそうなので、早速回っていきましょう。クックラさんをご紹介いただきます。高橋さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、高橋と申します。クックラのお店の、総まとめをまとめやってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらブース内にあるこのキッチンカー、すごく印象的なんですけれども、こちらはディスプレイ用ですか？これですね、今回ホビーショーで初めてお披露目になるんですけど、私たちのコンセプトとして、今までは、どっちかというと教室母体でいろんな、なんですかね、教えるって形の授業とかをやってたんですけど、今度初めて、この車でですね、はい、次のコンセプトとしてここにも書いたんです。どこでもハンドメイドっていう感じで、はい、今までは待って、ワークショップとかっていうのをやってたんですけど、今度これでですね、マルシェとかフェスとかっていうところに出向いてる、それ以外に学校だとか、いろんな施設ですとか、それぞれ、こういうところで来てほしいなっていうところの人たちにですね、はい、この車でお邪魔して、ハンドメイドを体験してもらいたいなと思いまして、こんな感じ、ほっとした車を作ってみました。いろんなところに来ていただけるということですね、すごい。ちょっと見させていただいてもいいですか？車の外側にすごく装飾されてます。商品展開がありますね。かわいいですね。お花がかわいくディスプレイされてます。で、このお花もですね、はい、全部作ってるのは海外とかでもあるんですけど、デザインとか色目とかは全部オリジナルでやってまして、オリジナルで展開されてるんですね、はい、でキットですとか、いろんなデザインだけじゃなくって、あとまた教えるということも全部自分たちでやってるものですから、はい、今回ホビーショーでは、例えばこんなのがキットであるんですね。はい、キットなんですね、はい、こちらが。で、どなたでも、簡単に道具で言うとボンドと、はい、あとワイヤーが切れるようなハサミがあれば作れてしまうんですけども、だいたい30分ぐらいで、でだいたいこんなのが出来上がる。かわいいですね、はい、こちら。でこれもそうですね、全然そういう、経験のない方でも遊んで楽しみながら作ってもらえるかなと思って、はい、こういう企画をどんどん今作ってるんですけど。そうなんですね。すごくかわいいです。お部屋に飾るのもすごく、はい、ここに紐が、はい、ワイヤーがついているので、ちょっとこう、部屋のどっかに飾ってもらって、はい、今コロナでなかなか出かけられなかったりもしましたけど、はい、またちょっと癒しだとかあって、こんなお花で、はい、そうですね、お家の中がすごく彩りますね、はい、華やかになりますね。もともとがお花と木っていう素材がメインになってますので、そういったものを組み合わせながらいろんなキットだとかワークショップを企画して、今まではずっとどっちかというと地域でもやってまして、今では小さいお子さんから、はいはい、年配の方までは楽しんでいただけるような形を作っています。はい、クックラと車にも装飾されています。ちょっと見ていただくと分かるんですけど、はい、ちょっといいですかね、はい、これも工具になってて、この辺も実は内装は全部社内でスタッフがやってます。すごい素敵です。得意な人になりまして、はい、上手、すごいですね、こんなところ、はい、でこの壁際にもでプラスアルファ、はい、実を言いますと、このワークショップ台だとか、こちらのワークショップ台、これも全てですね、手作りで、手作りなんですね。で車で積んで持っていけるように
はい、これ全部外すとですね、平べったい板になるんです。これそうですね、組み立て式のこうはめ込みタイプの、これ取っていけば1枚の、で、あとマルシェ台も自分たちで作りました。あそこに貼るあのマルシェの台もそうなんです、自分たちで作って、まあ要はお店をですね、外でも楽しんでやれるような形をですね、まあ、皆さんでなんかね、お花と木を扱いながら楽しんでもらえればなと思って、はい、提案してます。はい、ありがとうございます。ふっくらの高橋さんにご紹介いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。実際にあの東長野でふっくらっていうお店もやってます。ぜひあの皆さん遊びに来てください。はい、待ってます。ありがとうございます。